クワです。どうもよろしくお願いします。山田アクワです。今日は加藤さんおめでとうございます。おめでとうございます。呼んでいただきましてありがとうございます。後でみんなでなんかこの中に出てきたりして踊ったりして楽しみましょう。はい、それでは一応私から30分ぐらいお願いします。はい、今日はどうもありがとうございます。なんて言っていいんですか、何をお話ししていいんでしょうかね。なんか僕の今最近の心境なんですけどね、もう何て言うんですか、このゴールデンウィークはもうすごく素晴らしかったです。天気が良くてもうなんかで心配事はないし、大きな意味では世界的な問題はすごくありますけれども、それはどうしようもないですもんね。だからあとはもう本当に信頼する。まあもしドンパチをやるっていうことだったらば、その前に私はトランプ大統領さんと北朝鮮の坊やとちょっと話し合いをしてもらいたいと思うんですよね。そしたら案外いい人だったっていうことになったりして、気があったりしてさ、もう戦争なんてやめようよっていうことで、今の北朝鮮情勢あんまり私言いたくないんですけども、あんまりみんなでもってですね、厳しくやっていくとね、もう向こうはもう反発するだけでしょ、聞かないでしょ、もう本当に頭がちょっと悪いんですもんね。本当にはそういう意味ではなんか本当に話し合いをしてほしいなと思います。私もですね、なんか自分のこうなんかスピリチュアルなことをやってたら、前世がいろいろこうなんか分かってるんですけれども、昔から本当に世の中を良くしたいというようなことをこう何回も前世生まれてきてやってきたんですが、その時にいつもね、革命みたいな暴力革命とか、もう戦いでもって世の中を良くしようというふうに思ってきて、いつも失敗して殺されたり牢屋に入れられたりもうしてきたんですよね。それは中国でも起こってますし、それからロシアで生まれた時も起こってるんですよ。で、根性は私はそんなもう何て言うんですかね、武器を持って戦って平和を作るのではなくて、人々の意識を変えて、で、人がもう覚醒すればもう本当にいい時代になると思うんですよね。学生する人は一人でも多く作っていきたいということで、この30年間ずっとそういうふうな学生をするようなお話をしたり何かしてきたんですけれども、まあその成果はあってかどうかは分からないんですけれども、スピリチュアルなことに非常に関心を持つ人もすごく多くなってきたし、もう次から次へと新しい人たちも出てきて、もういろいろな本も出ていますよね。だから何て言うんですかね、世の中すごくいい時代が来ていると思うんです。表面的にはね、すごくなんか大変かなと思うんですけれども、とんでもない人たちって大体政治家ですよね。フィリピンでももうそうですし、まあ日本も子供は大変じゃないですか。大臣がいろいろなんか失言したりなんかして、なんでこういう人たちが大臣になってるんだとかですね、平気で嘘を言う人もいますしね。だからでも国民って気がつかないのかなっていうふうに思うんです。私はなんかこんなところで憲法のこと言いたくないんですけれども、法律として憲法っていうものをね、非常に深く学んだことがあります。法学部の出身なんで、でまあ司法試験を受けるためにも憲法をすごく勉強してるんですけれども、今の日本の憲法って素晴らしいと思ってるんですよね。だから絶対にその何て言うんですか、今の政権がね変えるって言ったらば、それはもう反対して変えなきゃいけないということを思っておりますが、これからどういうふうになるんでしょうかね。面白い時代だと思います。もう私たちは見ていくよりしょうがないし、あと自分の個人の人生としては、まあ人生もう本当に楽しく生きていくっていうことだと思います。自分の人生を何とかしていけばいいと思うんですよ。だから世の中っていうのはこういうような条件を与えられた中で、自分はどう生きるか、本当に自分がやりたいことはどういうことなのか、自分が根性を生まれてきたのは
どういうことをするために生まれてきたのかということを考えてみる。さっき斉先生が言ってましたけれども、自分自身を知るっていうこと、私はそのなんか人間っていうのは非常に不思議な、自分自身が宇宙でもあるわけですし、世の中に神がいるっていうことは自分の中を探していけば見つかるんです。神を探すときに外を探してはいけないんです。自分の中を探してください。そこが一つのポイントなんですね。自分の中を探していくと、ああ自分は神の一部だ、この宇宙の一部だ、もうずっと宇宙ができた時から一人一人はみんなここに生まれてくることっていうことが決まっていたんだと思ってます。それは私の考えですよ、もちろん。私は全ては偶然ではないと思ってますから、もうずっと神の計画があって一人一人がここにいるんだと思うし、だから生まれてくることも決まっていた。どう生きたらいいかって言えば、幸せに生きればいいんですよ。幸せに、皆さん幸せですよね、ここに来て。どうでしょう、ここに来てる人みんな幸せですか？もちろんもうスピリチュアルなことをすごくいろいろ勉強していると思いますし、自分は何者かっていうことも知ってるし、それからあと信心深いでしょうかね。信心深いですか？信心深くなることってすごく大切だと思うんです。というのは、僕が全然信心深くなかったから、生まれてきた時からもう宗教も変なものだと思ってたし、神や仏っていうのは人間の頭で作ってたもんだと思ってたんです。みんな考えて、神様なんて本当はいないんだけれども、神というものを想像して作ってるのかと思うと本当に思ってたんですが、それで40代までなってしまったんですよね。人生っていうのはよく勉強していい学校を出ていいところに就職していい家庭を持ってる、そういうものが理想だと思ってる。何ももう考えてなかったんですけれども、まあそういう人生をこうひたすら歩んでて、もう40になってしまったんですけれども、40過ぎてからひょんなことでもって自分自身を知るっていうセミナーに出会ったんですね。そして自分をよく見てみたんです。と思いましたね。その時に本当に自分が何をしたいのかっていうことは全然考えていなかった。もういい大学を出ていいところに就職すればいいと、そこで出世すればいいと思ってたんですが、これが俺の人生だろうか。まあ勉強はしたんですけど、実は法律を勉強しました。さっき言ったように法律の勉強も無駄ではなかったと思いますね。今みたいな状況になると、ああいい憲法だなっていうことは人よりもよくわかると思うし、まあその時には刑法だとかですね、商法だとか民事訴訟法だとか、もうたくさん法律ばっかり勉強して、でもそれは自分の好きなことではなかったんです。それだけだったらよかったんですけれども、今度はアメリカに留学してアメリカの大学院に入って勉強したのがなんと経済学だったんです。経済学も自分が好きで勉強したんじゃなかったんですよね。まあ一つとして無駄はないから、僕は法律も経済も学んだらばすごく日本のためにいい仕事ができるんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、今になってみたら人生に間違いがないから、そういう人生をシナリオを書いてきたんだろうとは思ってるんですけれども、たまたま自分自身をよく見たところ、あ、なんだ俺法律好きでなかった、経済も好きでなかった、なんか世間が素晴らしいと思う価値観によって動かされてた。
今は分かってますよ。ほとんどの人は洗脳されてるんですよ。自分のハートと話してみてください。ハート、本当は何がしたいのか。でもいいところは誰も人生を間違えることはないんです。一つの間違いもなくて今まで皆さんの人生は来てると思うんですね。ここにいるというのも間違いがないっていうことで、それはもうなんか人生のシナリオとかプログラム通りに来てるわけですから、今まで何か人生過去で あそこがどうだったらあそこで間違えなければっていうことも全然ない。あの人と別婚しなければとか、あの時試験に落ちなければ、そんなことは全然ないんですよね。そしたら酒井さんに歌いなさいって言われて歌ったんですけど、もう本当に下手くそで、やっぱり来世まで待たないと無理だなと思ってそういう状況になっています。ということで、もう時間が来ちゃったので、そろそろ歌いますか。はい、ね、わざわざ作曲家の先生が来てくださったので、酒井陽一さん、こういう立派な方です。どうぞどうぞ。それでまだ誰か一緒に歌える人はどん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 歌ってくださいね。はい、青の歌を歌い3曲歌うっていうことになってますので、はい、じゃあ、はい、言霊歌手の皆さん来てください。言霊歌手の人はどうぞこの上に。歌える人はステージだそうです。ステージどうぞどうぞ。歌える人はどうぞ。はい、はい、こういうところでスポットライトあるんです。それは自分は大切にすることですよ。はい、ちゃんと衣装を着けたい。はい、では青の歌から始めたいと思います。一緒に歌ってください。